ローズクリケットグラウンドは、ロンドンのウェストミンスターアクセントジョンズウッドにある、クリケット競技場。競技場の名は創設者である、トーマスロードに由来する。メルルボーンクリケットクラブが所有している、クリケットの聖地とも呼ばれる。ローズパビリオン1999年に完成した、メディアセンターザグランドスタンド現在の、ローズクリケットグラウンドは、当初の場所にあった、競技場ではなく、 ロードが1787年から1814年にかけて創設した3つの競技場のうちの3代目にあたる。初代グラウンドは今日ではローズオールドグラウンドと呼ばれドルセットスクエア付近に位置していた。2代目のグラウンドはローズミドルグラウンドと呼ばれ1811年から1813年まで使用されたがリージェンツ運河の建設用地と競技場の外野部分が 重複したため、用地確保のために使用が中止され、土地が収容された。そして、三代目となる現在のグラウンドは、ローズミドルグラウンドより、およそ250ヤードほど北西に離れた場所に建設された。さらに1万人多くの観客を収容する改修と、新規施設の増設、およびアイスリンクの設置などを盛り込んだ、大規模な再開発が計画されている。 1814年6月22日にメリルボーンクリケットクラブ対ハートフォードシャーの試合が現在の地で最初のクリケットの試合として行われて以来クリケットワールドカップの決勝など主要な試合がたびたび催されるなど数多くの歴史を残している2012年のロンドン五輪ではアーチェリー競技を実施また2019年のクリケットワールドカップの決勝が 行われることが決定している。ありがとうございます。